白玉カズラサイヒアトリアセルピンセルワキアエワニ、灰登るアカネカの植物。丸くて白い果実をたくさんつける。付着根で器物に張り付いて灰登る藤本。全株無毛。茎には、節があって葉を耐性する。拓葉は、長さ3ミリメートル、卵形から卵円形で先端が小さくに列している。葉は、角質で、頭皮新型から頭卵状大円形。 長さ1.5から4センチメートル。幅は約3ミリメートル。先端はやや尖り、基部は次第に狭まって、長さ2から4ミリメートルの傭兵に続く。牡蠣は5から7月、枝の先に三棒状の集産過剰を出し、まばらに多数の花をつける。法要はごく小さくて、高三角形。額は等三角形で、長さ0.8ミリメートル。 1> 幅1 5ト、mm、ルで、先端は浅く5列する。果敢は白色で、短いロート型になっており、筒の部分の内側には白い軟毛が一面にあり、先端は5列し、それぞれ平らに開く。個々の列片は狂乱形で、長さ2ト、mm、ル、先端はやや尖り、両面ともに無毛。液化は、球状大型で、長さ4から5ト、mm、ル、先端には、 額の歯が残り、こなすと白くなる。種子は楕円型で、長さ4ミリメートル、背面には縦に3本の量が走る。和名は果実の色と形による。別名に岩たいがあり、これは岩たいの意で茎が張っていくことによる。他に果実に味がないことから、わらべ泣かせということがあるとのこと。本州では、和歌山県、四国と九州の南部、それに、 琉球列島に産する。国外では台湾と中国大陸南部、それにインドシナに分布がある。北限である和歌山県での分布は串本町と那智勝浦町の一部からしか知られていない。串本の黄色島では須田ジイバの臨床から樹冠、頑状などに見られ、一部臨床では本種が優先している場所がある。 沖縄では、琉球松の林から、山地の森林の林園、あるいは路傍まで見られ、樹幹や岩に這い登って高さ2から4メートルほどにまで、達する。この主が所属する、墓長寺族は、世界の熱帯から熱帯に700種を要し、高木から、低木、本種のような東本までを含む。日本には五種があり、そのうち三種は低木である。俗名の母鳥寺は、 沖縄に産する低木である。同じく藤本である、大白玉カズラピーボニネンシスは、小笠原諸島に産する。本種とは、葉が大きく、大きいものは10センチメートルにもなることや卓用の、先が丸いことなどで、区別できる。他の三種はいずれも、低木で、ボチョジピールブラと長みボチョジピーマニネンシスはいずれも、琉球列島では、森林下に普通に見られる。 干渉用に栽培されることがある。他に薬用として用いられている例もある。生薬として中国の市場に流通している落石富士は、抗炎症、鎮痛、解熱、血液循環促進、免疫調整などの作用を有するものとされている。中国薬店ではこれは、台湾低下カズラトレイキラスパーメムジャスメノワレスの形容と規定されている。ところが、実際には、 オイタビフィクスプミーラと本種もこの薬の名で流通している。このうち本来のものは葉の特徴から判別が容易だが、後二社は肉眼では区別が難しい。その素材から成分検討したところ、本種に由来するものも他種からも分離されているルチンが分離された。しかし生理活性の検討では効果が見られなかったとのこと。 環境省のレッドリストでは取り上げられていない。各県のレベルでは、和歌山県、徳島県、高知県で、絶滅危惧通類に指定されている。南の地域では普通種なので、それを反映しているのであろう。以下、記載は、種として、佐竹ほか、P204 牧の、P584 佐竹ほか、P204 和歌山県、P327 池原、P205、 朝日百科 P1 セーブ P363 から365ありがとうございます。